美老島は、鹿児島県渋市渋市町町に属し、渋市湾に所在する島である。渋市港から約4キロメートルの沖合、渋市湾のほぼ中央にある島で、周囲は約4キロメートル、面積は17.8ヘクタール、最高地点の標高は83メートルある。地質は、新生代初期の砂岩層、結岩砂岩層で構成される。その名前の通り、 全頭が微狼に覆われているように見える。島内は、木立花、白玉カズラ、クワズイモなど200種類近くの亜熱帯性の植物が、生い茂った独特の植生となっている。これは、人の居住に適さなかったことや、神社の車輪として伐採ができなかったことなどから、自然の植生が残ったものだとされている。南側斜面には、樹齢300年から400年に及ぶ、 微老の孤独が密生している。こうした植物群落は微老島亜熱帯性植物群落として特別天然記念物に指定されている。1921年3月3日に国の天然記念物となり、1956年7月19日に文化財保護法による特別指定を受けた。 島内の山腹には和道年間に創建されたと伝わる広神社がある。第二次世界大戦末期にオリンピック作戦としてアメリカ軍の南九州への上陸作戦が渋士湾などに対して計画されており、これを察知した日本軍により防衛陣地が築かれていた。島には10センチか農法2門と、 不評部隊が配置されて訓練が実施されており、当時建設された残壕が戦後も残されている。美老島亜熱帯生植物群落に関するカテゴリー、ありがとうございます。